これ4っていうのは死ってことかな。あ、こっち側だった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。ほい、今回はめっちゃ久々のホラー村FC 島村に行ってみたいと思います。いや、久々すぎて超楽しみなんやけど。超楽しみなんやけど。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするためにインターネットにお伝えしますわね。ということで、FC 島村に出発。はい、FC 島村に到着。お、雪が降ってる。ようこそ FC 島村へ。夢の世界へようこそ。あなたは今 FC 島という村の夢を見てらっしゃるのよ。FC ってなんなんやろ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の FC 島の世界をご堪能遊ばせ。何かしら意味があるんじゃないかなとは思うけど。びっくりした。さあ、服は何？二通り？いや、違うね。服は、あ、二通りか。あっちにあるのか。こっち側は、まあ、ズボンかな。ってことは、私は女の子仕様で行きたいと思います。いつも通り。はい。おほほ、なんだ？最後、ウサギになったんだけど。じゃーん、こんな感じで。え、服装はなんか超ラブリーだけど。なんなんでしょう。どうも。何さん？し、僕はここの社長なんだ。ん？何さん？シュリネさん？読み方がわからないんだけど。どうも、ここの社長？あ、ここが会社ってことかな。一応この広場を出て、右側に行ったすぐのところ、これが、あ、なんか書いてる。一軒目、終わったらこのみ、ん？終わったら上の道。一軒目が終わったら、上の道？なるほど、なるほど。あ、社長というだけあって、金のバラが、道に沿ってこう。なるほど、ちゃんと、道順が書いてくれとんやね。なるほど、なるほど。一応、ストーリーがあるっぽいけんね。これはみんな社員の方々かな。ん？なんか、ん？服屋さんってことかな。そういうことか。ようこそ FC 島村へ。やっぱ島村っていうだけあって、そういうことかどうかわからんけど、服を取り揃えているわけですね。これお客様ってことかな？店員さんかもしれんけど。どうも、いろいろと取り揃えてますね。はい、左の部屋へ。左側も、まあ服がたくさん並んである。この FC 島村、この島村の社長さんという、ん？なんか、顔が、こっち側には何もなかったんかな。やっぱホラー村はその辺ね、こういう、普通にしとったら見え位置に何かしらヒントがあったりとかするよね。あ、ここには何もない。青い髪の男の子がおったね。あれは？社長さん？黒髪やった気がしたけど、青髪やったんかな。はい、奥の部屋へ。お、そして、あ、これ、従業員かな？きっと作ってくれているんだろう。ここに何かあり、社長室。ゴンっと。社長室、あ、よかった。恐怖要素はなかった。ふぅ。待って、これ、服にまで社長室、ようこそ FC 島村へ。お、なんか金が、ほら、お金が大量に置いてあるよ。もうお金が大量にあるというだけで犯罪の匂いがしてしまう私。社長が事件に巻き込まれるんかな？はい、そして右側の部屋へ。ホラー村はね、やっぱ地下がちょっと怖いけんね。はい、右側、あ、この部屋、私と同じ服装や。ほら、ウサギの頭もあるし、この服もそうやし。ん？ってことは、この部屋の、人物として私は、
過ごしていけばいいということかな。そういうことではないんかな。ん？そして、赤、ピンクの髪の女の子。なんない、この二人の人物が何かしら、この子の部屋ってことかな。さっきの青い髪の男の子もそうやけど。まあ、何かしらその二人が重要になってくるのであろう。はい、それじゃあ二階へ。お、そして二階は、まあ、サングラスとか、ブーツとか。あら、ここでラッピングをしてくれるってことかな。いいね、いいね。プレゼント用に。まあ、別に、この人も普通にお客さんなんやろうなっていう感じやし。この辺は、一軒目はまあ普通に、普通にお店。平和なお店っていう感じかな。はい、そして地下へ。さあ、地下。でも地下も、お、誕生日パーティー？いいやん、いいやん。なるほど、誕生日パーティーが開かれてます。で、別にこっち側も特に何もなく、え？特に何もなくないぞ。なんか斧が置いてあるんだけど、何？この後殺し合いでも始まります？え、大丈夫？ちょっと。え？何？二人分の武器？用意されてるの？なんか支給された？え？大丈夫？こんな和やかな雰囲気でね、こんなパーティーも行われてて、この後一体何が起きてしまうんだ？え、怖いんだけど。はい、それじゃあ、行ってみようか、上の道へ。さあ、ここに道順が書かれてある通り、道に沿って GO。道に沿って GO ね。上の道。これが道かな、黄色いのが。はい、こう行きますと。これ、行き寄る途中の道にも何かしらあるってことかな。ん？なんかあそこに。いろいろと。リンゴは危ないってことかな？で、美味しいリンゴはもっと危ないってことかな？え？なんかそういうサインじゃない？あれ。もしかして一軒目にリンゴとかいろいろあった？僕の娘に好きな子ができた。社長？社長の娘？に好きな子ができた。リンゴ。リンゴの山。リンゴは危ないんじゃなかった？大丈夫なの？これ二軒目。あ！これさっきの家にあった。もしかしてこれが社長の娘で、これが好きな男の子ってことかな。はい、二軒目。もうなんか、色が怖いよ、色が。え？びっくりした。めっちゃびっくりした。ああ、地下と思ったよ、やめて。閉店後のお店ってことかな？ソールドアウト。全部売り切れました。凄すぎん？服屋さんそんな売り切れとかいっぱいあります？素晴らしいやん。もう絶対なんか売り上げ超いいよね。はい、それじゃあ左側の部屋へ。え、でもさ、あれよね。同じ家の中に、同棲してるんすか？何？ラブ、え？うわ、怖い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 。何？ストーカーじゃないよね。え？好きな子ができた。え？ストーカーじゃないよね。何？好き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 。え？これは？え、別に何も書いてないよ。暗闇だよ。うんうん。ちょっと待って、やめて。座らないで。あー、で、こっちの写真はなくなってるね。好き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 。なるほど。で、なんかテレビが砂嵐になっとるのも何かしら意味があるんだろうか。え、好きな子ができたから、娘と一緒にするために、殺す、とか言うわけじゃないよね。よね。はい、奥の部屋。奥の部屋は社長室。私の、嫌な。助けて。え？何？誰？え？え？これ、え？助けて。この女の子は誰？スカート履いてるしね、女の子。お、現金。え、で、これさっきさ、カタ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 って服作り寄った子じゃない？この子従業員の子？脅されてるのか。金を出せと言われてるのか。なんか不穏な空気が漂ってきたぞ。
はい、そして、右側の部屋へ。さあ、右側の部屋は女の子の部屋やったはずなんやけど、これは、娘かい？あれ、なんかこんな部屋やったっけ？こんなキッチンとかソファーとかあった？なんだ、好き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 。めっちゃこの部屋も。なんか、よく見んとわからんのよね。好き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 。なるほど。こういう、この二人の女の子は、誰なんだろうか。パーティーしよった女の子たちかな。なんかプレゼントが置いてあるけど。ん、でも赤と青やったね。あれがもしかして、娘と、その好きな相手ってこと？あ、必ずしも女の子を表現してるとは限らんもんね。はい、じゃあ2階へ。お、2階もすべて売り切れか。素晴らしい。あ、びっくりした。ここには何も書かれていないと。で、こっち側も何も書かれてないね。なるほど。ふぅ、ほっとするぜ。はい、じゃあ地下は、ま、リビングで、誕生日パーティーが開かれとったはずなんやけど、え？いや、変わりすぎ。え、待って、リビングどこ行った？え、待って。リビング、なにこれさっき、社長室で女の子を脅しよった子や。え、なにこれ。私の子。なんて書いてんの？逃げたい？あ、違う。私の子好きにはさせない。私の子好きにはさせない？どういうことだ？あ、こっちにも。許して、私を許して。どういうこと？ソールドアウトがある。ちょっとびっくりした。え？なに？私の子好きにはさせない。私を許して。私の子好きにはさせないっていうのは社長の気持ちじゃないの？違うの？で、私を許して。は？殺した子の気持ち？どういうことなんだ？やっぱあの赤と青の子は、え？カップル？違う？うわ、びっくりした。あ、そっか、この家の住人さんいなかったね、そういえば。どうも。エリー、気づいたら売り切れてたの。まあ、確かにみんなソールドアウトになってたよ。あ、これ次の道ってことかな？なるほど。お！なんだ、急に周りが青くなったぞ。父親を殺し、ということは、ん？上でカタカタ、服を作ってたあれが、父親ってことか、社長。なるほど、そういうことか。パパを殺したのは誰？美味しいリンゴになってきたよ。美味しいリンゴはさらに危険なんだよ。さあ、じゃあ、あれが父親で、ま、部屋で、斧で追い詰められてたんだ。父親が。なるほど、そういうことか。お姉ちゃんやめて。あれは姉妹だったということ。あの右の部屋にいた女の子二人は。姉妹。そういうこと。え、なにこれ。です。ちょっと待って、無理。ちょっと無理。先に進む前にこっちに。お？緑だ。ほ。なんだか全部、ソールドアウトの札が。怪しげな服に変わったんだけど。君は誰だい？あの男の子かい？ FT。え、なに。愛してたにかな。愛してたのに悲しい？ FT。これが、その娘の彼氏？
かな、そういうことっぽいね。なんか娘はエリーなんだろうか。多分そうよね。気づいてたら、気づいたら売り切れてた。え、ない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 。え、もうなんかどうしたの、どうしたの、見る影もないんだけど。え、あ、この影にこれが FT ってことかな。多分色で表現しとんやろうね。でけん、赤い、ま、このフードの女の子、赤いフードの女の子がその娘、社長の娘で、で青いフードのが男の子、今の FT っていうあの男の子を表しとって、黒いフードのが社長、お父さんってことかな。で、あの、え、でも赤と青、そっか、あの部屋で一緒におったのはカップルってことか。じゃあなんかそういうことなんよね。お姉ちゃんさよなら。え、待って、これは誰なんだ、これは、これは誰なんだ。え、お姉ちゃん、これが女の子。ふ、頭が混乱してきたぞ。ちょ、奥の部屋に。お、なんか本で埋め尽くされてるの。あ、あー、やめてー。テルミン、テルミンだった。ちょ、名前が。リア、ん、リアパーさん、やめて。誰、誰なのそれ。お姉ちゃん、さよなら。あ、そしてここに追い詰められてたあの子だ。あの子なのかどうかわからないけれど。許さない。このこけしたちが意味するものは一体。うわぁ、待って、あの絵やだ、めっちゃやだ。逃げ帰る私。外にあったのとはまた違う絵かな。右側の方にあったやつと。はい、じゃあ右側の部屋へ。この、この、ディアパーさんで、で、ディーパーさんっていう人がなんか殺したらしいんだけど、この人が多分、後々また出てくるんだろうね、この服装の人が。うーわー、なんだか視界にすごく訴えかけてくる。なんだか視界にものすごく訴えかけてくる。で、この女の子もやられる。お姉ちゃんさようなら。これがお姉ちゃん、ん、これがお姉ちゃんで、さっきのあの青い服の子が妹、弟なんかな。あの男の子ってことでいいんかな。で、あの殺した女の子が誰、娘、娘こんな服装やったっけ。違うよね。え、どういうことだ。はい、2階へ。これはお姉ちゃんさようならだね。何このカエル、カエルとフクロウとウサギ。何、私もウサギの格好してるんだけど。どういうつながりが。さあ、地下だよ、地下。はい、地下へ。地下は許さないで埋め尽くされてるの。許さないとお姉ちゃんさよなら。このお姉ちゃんさよならって書いてるのは、まあ、あの青い服の子ってことよね。これは？なんて書いてんだ？ん？い、なんだなんだ？い、いに？い、一緒に、一緒に何？何？いー、ん？なんだ？一緒にって書いてんかな、これ。一緒に、一緒にいたかった。一緒にいたかった？
かな。それがこの女の子の気持ちということ。うわぁ、ちょっとやめてよ。その顔嫌なんだって。一緒にいたかった。ふんふんふん。お姉ちゃんさよなら一緒にいたかった。なんだ、どういうことだ？これは姉妹の話なの？姉妹が殺、え？え？どういうこと？お姉ちゃんは生きてる？誰に殺されたの？誰が殺されたの？でもお姉ちゃんやめて。殺したのは、え、お姉ちゃんが殺したってこと？そしてこの先ちょっと嫌な顔があったんだよね。これね。あ！さらに嫌な顔。さあ、そして、ここに、あ！超ビビるんですけど。超ビビるんです。あ、ここなんかめっちゃ落とし穴あるやん。くわ。あ！この服装、この服装や。助けて、助けたい？助けたい？この人がやめてって言われよった人やね。殺した人ってことかな？誰？でもさん付けやったけんお姉さんではない。うわ、もう廃墟やん。超絶廃墟なんですけど。もはや遺跡レベルの。はい、ちょっと左の部屋へ。お、リンゴが。リンゴと美味しいリンゴ。そしてここには二つの斧とお墓。父親も殺されたってことよね。殺したのは誰って書いてある。これ顔かな。あ、違う。何？どこ？お姉ちゃんも一緒だよ。あ、やっぱりこれ男の子や。ってことは、まあ、さっきのFT？ あの男の子ってことやね。あの青いやつは。なるほど、なるほど。で、じゃあ赤いのが、お姉ちゃん。お姉ちゃんが弟を殺したってことか。で、父親も殺されてるのか。黒いやつね。リーパーさんとは誰？うんうん、とりあえず、あの赤黒。ん？赤、黒、青のフードの女の子は、赤いのが、いつの間にか売り切れ、いつの間にか売り切れてた。死んだことに気づいてないってことかな。あの子。はって気がついた時には幽霊になっとって、なんか買い物に来たはずなのに、まあ、殺されて、ふって意識がなくなっとるって、霊体になってこう意識が復活した時にはなんかあれ売り切れやんみたいな。買い物に来たのにって感じ？で、黒いのがお父さんで青いのが、もう男の子。彼氏？うえい。うえい。どこ？めっちゃ探してるよ。お姉ちゃん、超探されてるよ、ちょっと。この男の子の、お姉ちゃんが、ディーパーさん？で、ん？で、誰だ？女の子。え？人間関係がちょっと、整理がついていない。ディーパーさんは多分、ね、FT くんのお姉ちゃんなんだろう。多分。ふんふん。で、赤いズキンのが、ま、彼女。そういうことか。そういうことやね。なんで殺されたんやろ。何がダメだったの？どういう感じに？許さない。最後の最後までめっちゃなんか、恨みが。ね、帽子にまでめっちゃ血が飛び散って。
一軒目の家で、リビングでおったのは一体誰やった？誰の誕生日を祝いよった？最初の一軒目で、こう、人間関係がきっちり分かってなかったけん、もう一回見直した方がいいね、一軒目。これはなんて書いてあるんだ？死？死って書いてあるのか。へぇー。あ。お姉ちゃんも一緒だよ。あ、これ。これ多分殺された男の子、女の子、で、お父さん。この三人が、このお姉ちゃん。によって殺された。なぜ？この一家に何の恨みがあったの？てか弟まで殺すっていうのは一体どういう。ねえ、この一家に何かしら恨みがあって、その一家と一緒になった弟も許せなかった。みたいなそういう感じ？で、これ今、お姉ちゃんのことも連れて行こうとしてるってことよね。三人で。じゃあ最終的にはお姉ちゃんもあっちの世界に行くんかな。え、何これ三つ。頭が三つ。何？四。頭が三つ。体も三つ。死んでる。さようなら。最終的にお姉ちゃんも一緒にあっちの世界へ旅立っていったんだ、やっぱり。この四っていうのは死ってことかな。あ、こっち側だった。やっぱこう、人を呪わば穴二つというか、ね。人にやったことは自分にも返ってくるんだな。今これがお姉ちゃんなわけでして、あ、ここでリーパーさんになれるよ。リーパーさんになれるよ。じゃ、とりあえずこれで、ちょっともう一回、あ、ご来店ありがとうございました。めっちゃなんか平和の終わり。超平和な終わり。ちょっと待ってね。一軒目の方に。怖い怖い怖い。ここにももうすでにあるじゃないか。ここにももうすでにあるじゃないか。ちょ、待って、一軒目。ちょ、見てみるよ。まあ、とりあえず、ここにいるのは店員さんとお客さんたちっていうことよね。で、こっちの左側の部屋。やっぱここは多分、同じ家にいるんだろうね。同棲してる感じなんだろうね。でまあ、ここが多分男の子の部屋なんでしょう。だってこのソールドアウトとかここにはなかったけん。これは商品じゃなくて、この男の子の私物で、まあ、この男の子の部屋ってことやろ？そしてこの奥が、社長室。で、社長さんが自らまあカタ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 と、服を作ってますよと。服を作ってて、まあ、後々、まあ、リーパーさんに、金を出せと。金を出せとかわからんけど、脅されて、殺されてしまうわけだ。そしてこっちの部屋が女の子の部屋。で、まあ、こっちの部屋で、まあ、女の子の部屋で、こんな感じでね。この女の子の部屋と。で、まあ、2軒目でおったのは、まあ、この部屋で女の子と男の子がラブラブしてましたと。そういうことだね。ほら、地下にいたのは、女の子と男の子カップルでおったってことかな。はい。2階はま、あれか。売り場だね。2階は普通に売り場だったね。うん。ここはま、普通に売り場です。あ、で、この赤いのが、この赤いのが、あれか、女の子か。あ、2階のコーナーの売り子をしよるってことやね、女の子は。うん、うん、うん。なるほど、お父さんの会社で働いてますと。で、この地下にいるのが、あ、ここは兄弟か。お姉ちゃん
と弟、まあ、こっち側にプレゼントがあるってことは、まあ、弟の誕生日祝いってことかな、これは。それがなんであんなことになったんだ。だってここでもうすでに殺す準備をしとるよね。これ多分斧が2つあるのは、弟を殺してお姉さんを殺、あ、お姉さん、え、でも斧2つしかないのか。とりあえず弟をこの場で殺して、でその後父親を殺しに行ったんかな。でパパを殺したのは誰ってなっとったけん、その時はまだ女の子は生きとったってことか。まずこの2本の斧は、まあ弟と、まあ、彼女のお父さんを殺すために使う斧やったということだね、きっと。お姉さんの動機は何やったんやろうね。なんかそこが謎だ。まあ、動機は、あるんかな。あるんかな。もしかしたらなんかものすごいブラコンやったとか。なんか弟大好きやのに、なんかあの一家が弟を取っていきやがってみたいな感じ。え、辛い。やとしたらめちゃくちゃ辛いけれど。まあ、でも、天国で一緒になったんかな。地獄かもしれんけども。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。そういえばあれやね、2件目ではまず、弟はまだ殺されてなかったね。多分。なんか、奥の部屋の社長室で、お父さんが脅されてただけなような気がする。もう何回か見ていったら、いろいろとわかるんかもしれん。